はい。皆さん、こんにちは。モロトフです。ゴーイングメディーバ e ー v 続きをね、やっていきましょうか。現在は1354年、夏の5日目14時ということで、外気温がね、25度と非常にちょうどいい夏ということですね。さあ、今回もいくつかやっていきたいと思います。一つね、やばいなというのがあります。それは何かというと、現在ね、いっぱいね、果物とかを収穫してるんですけど、そのね、倉庫が限られているぞという問題ですね。 これは悠々しき問題ということで、早速ね、食料庫を増やしましょうか。こんぐらいの大きさでいいかな。ひょっとしたら、これだけでは足らないよということかもしれないんですけどね。 これに合わせて何人かをね、掘りに回そうかなと思います。こういう感じでどうでしょうかね。えっ、ー、と、ひとまず彼女ですね、ジョアンナさんがですね、えっ、ー、と、掘り1ということで行きましょうか。ね。続いて、クリスチャンさんですね。クリスチャンさんは家事をやってたんですけど、一旦ね、えっ、ー、と、採掘もやるよということにしておきましょうか。それ以外にもね、エアドリックさんがいるんで、ここもちょっと1にしましょうかね。 落ち着いたらば、いろいろ戻すということでやりましょう。ということで、エアドリックさんは、至急ね、ここに行ってくださいということですね。よいしょと。はい。さあさあ、それ以外にも、え、リフォームですけども、着実に進んでおります。えっ、ー、と、いくつかね、柱を足していきますか。粘土ですね。コツン、コツン、コツンと、こんな感じですね。あと、ここら辺もね、やっておきましょうか。コツン、コツンと。 だいぶね、完成しだしましたね、2回も。はい。石灰石ブロックの2段目も完成させちゃいましょう。こんな感じですね。そして、ここら辺がまだね、余分なね、木があるので、これも取っていっちゃいましょうか。よいしょ、よいしょと。おっと、こっち取っていっちゃうとまずいですね。これを取りましょう。うん。 だいぶいい感じですね。粘土はね、室内の温度を保ちやすいという一方でね、脆いということが考えられるんですね。そのためにね、透析器。いわゆるね、カタパルトが石をぶん投げた時のために、ここにね、石灰石ブロック。これは硬いんですね。これを用意したということですね。さあ、ここら辺も抜いちゃいます。 そうすると、今日の夜もね、いろいろ寒い状況にはなるのかもしれないですけど、さっき言った通り、外気温は非常に暖かいので、夏ならばね、こういうことができるよっていうことですね。よいしょ、よいしょ、と。こんな感じかな。あと、ここも必要でしょう。うん。あと、ここも抜いたので、ポン、ポン、ポンとやっておきましょう。はい、こんな感じですね。 ここら辺をどうするかだなぁ。ちょっと悩ましいけど、一旦このままにしておきましょうかね。人のね、労力も限界があるので、といった感じですね。はい。えらい。ジョアンナさん。早速やっていただいてるのかなそうですね。 こんだけ惚れましたよということで、一応扉をね、噛ませときますか。で、早速ね、3個のスペースができたということで、ここにね、えっ、ー、と、ストックパイルを置いていきますか。こんな感じですね。で、設定としてはいつも通り、食料全部ですね。あとは死体の中でも動物、ただしね、えっ、ー、と、骨はいらないよっていう設定ですね。あと、食料全部で大丈夫なんだっけ大丈夫でしょうね。 興奮剤。いわゆるね、アルコールですね。ここら辺も全部この中に入れてください。という指示ですね。よしよしよし。そしたらばですね、人の機嫌が悪いよということがいますね。ジェラットさんか。うん。ちょっとジェラットさん見ておきましょうか。何が悪いのか。えっ、ー、と、娯楽が与えられてない。うん。喉の渇き。おお。ワインがなかなか作られてないということですね。 あとは、見にくい服ということで、服見ていきましょうか。夏服で一応良さそうなんですけどね。ただ、服はもっともっとあった方がいいのかもしれないですね。そういう意味では、今ね、生産が終了した夏服ですけど、あと2つやりましょうか。そして、帽子もね、冬に備えていくつかやりましょうか。藁のね、帽子も一応2個ぐらいやっとこうか。 そして、そして、冬服ですね。今の状態で、いくつか作っとこうと思いますね。5つ作っときましょう。一応これね、専用でやってくれてる人がいるので、頼みましょうか。はい。さあ、皆さん、落ち着いて、えー、自由時間ですね。その後は睡眠ということで、現在ね、夜の21時ですか。あっという間にね、時間が過ぎ去るぞということですね。 あとは忘れちゃいけないのが、ここら辺のトラップ類ですね。いくつかトラップ類をまたね、設置しましょうか。必ずね、通る場所に設置したいということで、ここら辺を一回抜いて、鉄のね、トラップ類に変えていきましょう。あとは野生動物いるんでしょうかなかなか最近見ておりませんが、狼とかもいるのかもしれないですね。 と見た感じはいなさそうだよということで、ランダムにね、おっといた。うん、うさぎですね。どうやらね、このゲームランダムに現れてくるよっていう感じだと思いますね。さあ、早朝4時ですけども、一生懸命ラビーナさん、そしてね、ヘルバーガさんあたりがね、食事のためにね、早起きしてくれてるという状況ですね。 あとはいろんな食事食べてくれてます。特にね、二つ今残っている豪華な食事がここら辺にありますね。ここら辺の食事もどん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 ね、地下にね、持ってってもらいたいなと。あとここら辺のね、栽培した、えー、っと、果物とかですよね。赤すぐりとか、あとはビーとか、野菜か。そしてキャベツなんかもこう、いっぱいあるじゃん、ここに。あれこれ、取れるの大丈夫 <laughs> こんなところに平置きされてますけど。一応こういうのもどんどん取ってってほしいんだけどね。あれ腐るまであと1日って書いてあるぞ。ちょっとそれは勘弁。これ持ってほしい。いけるこっち側からわざわざ取りに行くのか。おーおーそういうことか。はいはいはい。なんでこっちに置いてあるんだろうね。さあ、ラグリアさんもちょっとやってもらいましょうか。キャベツが腐りそうだということで、ヘレネさんも一生懸命やっております。 あとは、あとは、ジェラットさん。ヘレネさんもう一回、これちょっと持ってって、話しすぎるよね。そして、ラグリアさん持ってってくれてるのかなあと、ジェラットさんも申し訳ないけど、これ持ってってください。どんどん持ってってください。マッカーさんもすいません、持ってってください。はい。行って行って。あら、そしたら、ジェラットさん出れない状態になっちゃいました。これね、よくあるパターンなんだよな。残念ですね。そしたらば、 どうしよう。これを一回崩しますか。ね。マッカスさん、崩して、お願いします。そしたら、ジェラートさんを救いに行きましょうか。つまりね、この階段をもう一個作るということですね。どっちに作った方がいいんだろう。ここら辺に作っとくか。ね。はい。そしたらば、やばい。熱波が来るって言ってるよ。そうなんだ。暑いぞ。これはちょっとやばい。26度か。うわぁ、暑そう。やばいやばい。ってことは、熱波どんぐらい続くかわかんないけど、 ブレイジャー切っといた方が良さそうですね。ブレイジャー切るよっていう指示を出しときましょう。あと、休止のスキルをね、えっ、ー、と、プライオリティ上げていかないと結局誰もね、えっ、ー、と、ブレイジャー切ってくれないということになっちゃいますからね。さあ、マッカさん頑張って、よいしょっと、カカカカカカカとね、お願いいたします。こうやって下から作ればよかったにね。おーっと、ジェラートさん、ジェラートさん、おーいと、大丈夫か、ジェラートさん、お、こっち行った。 <laughs> なんだこれ作ってあげれば、ジェラットさんこっちめり込んでてこっちに行くんじゃん。ね。もういいや、じゃあこれ <laughs>。まさかこんな展開だとはね、思いもしませんでしたが、まあ、しょうがないということで、スネリングスさんこれ持ってきましょうか。キャベツね、腐っちゃうんで、あとはここら辺のキャベツもね、ラグリアさんやってほしいけどやってくれない。そしたらジェラットさんやろうかな。お願いします。やってください。やってくれない。 これ、どうやら持っていかなさそうですね。そうなんだ。もう腐っちゃうんだよな。残念。まあいいか。まあこういうね、3D 系の村づくりではよくあるね、ハマっちゃうパターンですので、ここでね、心くじかれちゃいけませんよということですね。さあ、引き続いてね、あの、気分転換にこのトラップをね、作りましょうか。ポンポンポンと。何気にこのトラップね、敵が来た時にめちゃめちゃ重要になりますからね。やっておきましょう。ほいっと。 で、ジョアンナさんここ掘ってるってことは、下掘ってる。ジェラットさんがやってくれてんのよいしょ、よいしょ。お一通りやったんだ。早いね。やったやった。そしたらばね、忘れずにこれを何本か配置しましょうか。多分これもね、ここに置いといた方が良さそうだということで、ようやくね、ストックパイルが拡張できるようになったんで、やっておきましょう。よいしょと。これで安心ですかね。よしよし。ひょっとしたらキャベツ持ってけなかったのそういう意味かもしれないな。これ持ってって,ってください。 いけるいけるあ、いける。よし、やった。そういうことだったようですね。ラビーナさんもほんと申し訳ないんだけど、ここら辺ザクッと持ってっちゃってもらってもいいですかね。いろいろね、果物があるともったいないんでね、腐っちゃうといけないので。で、マーカスさんもここお願いしようかな。よいしょと。で、ラグリアさんもね、これお願いいたしますということで、ラグリアさんはね、決してやってくれない。なんででしょうか。まあいいか。 さあ、村人が暑さに苦しんでいるよということで、大丈夫かな見ていこうか。ね。痛みは今んところなさそうだけど、ただひたすら暑いと。汗をかいている。軽いね、疲労感があり、空腹があり、また見にくい服を着ているということでね。ちょっと服 <laughs> 見ていきましょうか。冬服着ちゃダメじゃん。ね。冬服着ないでもらいたいですね。ちょっと取りましたけど、大至急。はい。 冬服は間違っても今着ないでくださいねということで。冬服着てる人まさかいるいないよね、そんなトンチン感は。いないっすよね。うん。裸よりもやっぱりね、夏服の方が体感温度を下げられるっていうことなんですよね。そうかそうか、ラビーナさんは服がね、すべてというね、指示になってるからいけないのか。これで行きましょう。あと帽子もちゃんと指示出しておきましょうか。ね、こんな感じですね。 そして、暑さね、ちょっと問題ですぞ、ということで、消してもらいたい。ラビーナさん、ちょっと消してもらえますかねサクッとお願いいたします。ここら辺の周辺のをね、ぜひ消していただきたい、ということですね。おっとと。くそ。間違ってこれ、崩しちゃいました。しょうがない。ラビーナさん、ここ消して。危ない危ない。解体しますっていうのをね、指示出しちゃったらやばいね。<laughs> まあ、今段階ね、解体しちゃってもいいんだけどね。 冬になったらもう一回作ろうということですけど。よし、これで行きましょう。で、こちらですね。エアドリックさんが来ていただいたので、えっ、ー、と、消してもらいましょうか。ヘルバーガーさんもぜひね、消してくださいということで、こんな感じかな。よいしょ、よいしょ。そして、ここら辺も消してくださいということで、よいしょと。はい。ね。はい。 エアドリックさん全部消してくれました。これでちょっとね、寝やすいんじゃないでしょうかね。よしよしよし。リフォーム関係も一通り、一段落しましたね。あとは室内と言った感じでしょうかね。さあ、そしたらね、7日目の朝を迎えましたということで、食料。以前お弁当がね、ちょっと足りない感じなんだよな。お弁当ここにいっぱいあるんだけど、ね。 めすぎんのも良くない気がしますけど、ラビーナさんちょっとやってもらいたいいやでも、ラビーナさんなんか物持ってますね。はいはいはい。さあ、レーテさんとかが下に来ましたよと、ヘルバーガーさんにちょっとこれ持ってってもらおうかな。お弁当、備蓄庫に。ぜひね、よろしくお願いします。ということで。あ、備蓄庫っていうか、ここに置いといてくれてるのね。まあ、これはこれでいいでしょう。お弁当はね、なぜかわからないけど、腐らないんですね。よし。 キノコもちょっとたまにはカット置きますかね。お肉最近本当に取れてない気がしますね。ちょっと周りを見ていこう。いや、灼熱だ。灼熱地獄とはね、まさにこのことといった感じですね。さあ、傷ついてしまってるのがラビーナさんかななんで傷ついてんだろうあ、熱中症って書いてある。そうなんだ。中度の熱中症か。 ラビーナさんって服どうなってるんだあ、ちょっと待って、ちょっと待って。気絶してるぞ。待って、待って、待って。あ、ラビーナさんね、帽子しか被かってないのか。しかも、麦わら帽を被っていないということですね。そしたらば、えー、ヘレネさんがラビーナさんを連れてってくれますということですね。ラグリアさん、そうだね。えー、いろいろちょっと作らなきゃいけないですね。えっ、ー、と、帽子、これちょっと下に回そう。まず作らなきゃいけないのは、夏服と麦わら帽かな。 そんな感じですね麦わら棒もうちょっと必要かもしれない夏にね熱波で死ぬっていうことはよく考えたらありそうですよねさあ作物が普段よりもめっちゃ育ってますガン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 収穫してますそして熱波がね <laughs> 過ぎ去りましたああよかった で、ネパ過ぎ去ったけどさ、ものもう少し入れる可能性があるね。てことで、もうちょっとこれ拡張しますかこんな感じで。ちょっとね、大きめに取りましょう。はい。いや、食料ね、どん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 溜め込まないとやばそうですね。一応ね、ワインもできましたということで、一段落です。はい。 ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね続きは見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひ、いいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは。 to New York City. Take my hand and see Manhattan never looked so pretty.